私はずっとここにいるのね。やっぱりカリオストロとよく似ていますね。あなたはあの人の代わりなんでしょ？メン、私の愛しい人。これからは一緒。ああ。一緒だ。仕方ないよな。
マリー？はい。その悪い、よくわかんないんだが。これからは一緒だって言いました。ああ。あんまりゴソゴソ動かないでくれ。どうして？男もいろいろと大変なんだよ。男？ない。今すぐ消えてくれ。消える？そう、戻ってくれないか。できるだろ？本当、マジでお願いする。レン、何を言ってるのかわからないよ。いや、つまりさ。
なあ、うん、なんで俺正座させられてんだ。自分の胸に聞いてみなさい。あんたってやつ本当に、桜井さんと付き合ってるくせして私に あんなことしたと思ったら、今度は見ず知らずの怪人さんを惑わせてくるなんて、一体どうしちゃったのよ。そりゃ昔からちょっと感じ悪かったし変なやつだし、何考えてるか分かんないところはあったけど、少なくともいい悪いの区別くらいはついてると思ってたのに。それでもう一回聞くけど、あの女の子いつどこから連れてきたの？答えられないような筋から引っ張ってきたんか、この腐れ毛が。だからちょっと待てよ。待たない。そういやあんたシロと一緒でもともとチンピラ属性なの忘れてた。今でもたまに怒ったら口調がベラベラになるもんね。おうおう姉ちゃん、いい体しとるやないけ。なんやったらわしんとこ来えへんか。朝までヒヒ言わせたるで。とかなんとか言って連れ込んだんでしょ、この悪党。言ってねえよ。だいたい昨日の夜は俺が先に落ちたんだぞ。その後お前がずっと枕元にいたってのに、どうやって姉ちゃんかどわかしてくるんだよ。うん、そう言われると確かにそうね。お前部屋の鍵閉めてたか。閉め忘れたんだな。つまりそういうことだろ。でもなんで裸なのよ。こっちが知りたいわそんなもん。じゃああの子は裸でフラフラ外歩いてて、たまたまこの部屋の鍵が開いてたから侵入して、挙句あんたのベッドに潜り込んできたって言いたいわけ。残念ながらそれしか考えられないようだ。ひと事みたいに言うなバカ。ありえないもん、そんなの信じらんないもん。絶対あんたがよからぬことをやったに決まってるんだもん。そう言われても俺には何もわからないんだもん。だから真面目に話を聞かんか。なあかすみ、少し考え方を変えてみよう。例えば刑事が泥棒をトイレの個室に追い詰めたとする。いわゆる袋のネズミ状態だ。それで？うん、それで刑事は鍵のかかったドアを蹴破り個室に突入するんだが、そこに泥棒はいなかった。この場合星はどこに行ったんだ。知らないわよそんなの。いやちょっと真面目に考えろ、割と大事な発想だ。天井に穴開けて出て行ったとかじゃないの？違う、天井は刑事からも丸見えだ。当然窓なんかもない。じゃあ無理じゃないの。っていうかあんた一体何が言いたいのよ。だから常識に縛られるなっていうことだよ。一見ありえないようなことでも他に答えがなければそれが真実。まあちなみにこのケース、泥棒は水線から流れていったっていうオチな。めちゃくちゃ言ってんじゃないわよ捕まった。そんなことできるわけないでしょ。でも他に答えないだろう。じゃあ何か、お前は夜中に俺が抜け出して姉ちゃんさらいつつあれやこれややってる最中全然気づかずに寝てるほど鈍いのか。うん、剣道やってる割には勘が働かないんだな。はっふっちー、プリーン。たまきた、おまけでのこっちくそー。あの、レンをいじめないで。それじゃあマリーちゃん、本当に変なことはされてないのね。はい、私の大事な人にレンがとても似てるから
ずっと話したいと思ってて。それで昨日ついにやってきちゃったって。はい。じゃあどうして名前知ってるの？表札見たんじゃないのか？あんたは黙ってなさい。そうなの？マリちゃん。はい。大体なんで裸だったの？服は？聞いてやるなよ、女の子だぞ。私だって女だもん。じゃあ察してやれよ、事情があるんだろ。それよりその服かわいいな。本当？私の趣味はいいからね。ああ、お前には狂おしいほど似合わないだろう。なに、あんたいい度胸してるわね。事実だ。それこそ氷室先輩くらいじゃないと服に負ける。お前じゃな。腹立つ言い方するわね、この男は。私だってそれくらい分かってるわよ。だからお蔵入りしてたんだし。でどうするの？どうするって？この子の処遇、まさかほっとくわけにもいかないでしょ。ああ、それなんだけどな。あんたまさかここに住まわせようとか思ってるんじゃないでしょうね。そりゃ四郎の部屋が空いてるしな。そんなのダメに決まってるでしょ。こことあの部屋穴でつながってるんだよ。お前の部屋だってつながってるだろ。私はいいの。だいたいどの道穴は塞ぐって言っただろ。お前も昨日は了承したことだろうが。それはそうだけど、でもダメだからね。桜井さんが怒るじゃない。ああ、それね。あの、私は迷惑ですか？うん。両親が痛まないか、かすみ。うるさいわね。だからってそれとこれとは違うのよ。日本国憲法は偉大なの。俺は球場あたりそろそろ改正した方がいいと思うんだけど。あんたの野蛮な理屈なんかどうでもいいのよ。とにかくこの子は叱るべきところに連れて行かないと。私レンと一緒にいたい。かすみは私のことが嫌い？いやそんなことは。他に知ってる人がいないの？一番まともなこと言ってる私がまるで悪者みたいにされちゃってますよ。これはどうしたらいいのかな。かすみ、お願い意地悪しないで。うるせえよ、中国人かお前は。うるさいバカ。あんたは隅の方で体育帰りでもしてなさい。それよりマリちゃん、どうかな、私の部屋来ない？あの和んだ目でこっち見てんのよ。あんた変な趣味あるんじゃないの？お前が言うなよ。大体日本国憲法はいいのか、優等生。問題なし、可愛いは正義。そうか。
レン。ああ、ちょっと我慢してろよ、すぐ終わるから。しばらくは私の部屋で寝泊まりしなよ。でもいつまでもってわけにはいかないから、国のご両親とかと連絡取らないとダメだよ。両親？それは分かったから、ちょっとその髪なんとかしてやれよ。ボサボサになってるだろ。そうだね、ごめんごめん。じゃあマリちゃん、私が可愛い頭にしてあげる。でさ、なんでこんなことになってんだよ。別にあんたはついてこなくてもよかったんだよ。そういうわけにもいかないだろう。でっかい遊び場だよ。行ってみたいか？はい。それでどんなものがあるんですか？だな。マリ、ちょっとこっち。ここを覗いて。っていうか、手伸ばしても届かないから。どうして？これは遠くのものを近くで見えるようにする道具なんだよ。割と昔からあるものだと思うけど。私初めて見ました。レンはお金持ちなんだね。いや、別に俺のものってわけじゃないし。じゃあどうして使えるの？まあそれはいいだろう。で、遊園地はどう？大きい時計みたいなのが回ってます。時計？丸いの。小さい箱がいっぱいついてて、そこに人が乗ってます。ああ、観覧車ね。観覧車？遊覧って意味わかるかな？要するに景色を楽しむ遊びのこと。簡単に言うと、この展望台が動くみたいな。うわー、私行きたい。観覧車乗りたいですね。そう。な、お前はどう思う？私？他に誰がいるんだよ。ああいうのはやめた方がいいと思うのよ。なんで？
何かあったら。レン、早く行こう。私観覧車乗りたい。こう言ってるけど。だからダメなものはダメなの。人の世は危険がいっぱいで、常に7人の敵がいるの。わけわかんねえよ。かすみ、なんでそんなところにいるの。こっち来て一緒に遊園地見よう。そしたらきっと行きたくなるよ。そんなこと言われても。お前もしかして。違うもん。私はただ人より想像力が豊かなだけで。つまり高いところが苦手なわけだな。また後にして、お腹減ったから何か食べようよ。ほらマリちゃん、下のレストランに美味しいものがいっぱいあるから。レストランはここにあるだろ。下のはただの軽食。うるさいバカ、いらんこと言うな。ほらほらマリちゃん、これ美味しそうじゃない。一緒に食べようよ。レン、話聞いてる？そろそろそのムグムグとかモグモグとかやめないか。すごいつまんないんだが。つまるつまらんの問題じゃないでしょ。負けてもいいって言うの。そもそも勝つとか負けるとかの話じゃないだろうなあマリ。はい。もうちょっとゆっくり食べよう。時間オーバーしても俺が金払うから。私のは？お前は自分で払えよ。なんでよ。金持ってるだろ。嘘つけ。なくしたの。
子供みたいなこと言うなよ。あの、私は…ああ、マリーはいいよ。気にしなくて。ひいきだひいき。いじめかっこ悪いね。とっくりだね。金持ってるやつに自腹切らせようとして何が悪いんだよ。冗談だもん。そんな嫌そうにしなくてもいいじゃない。でも私本気でお金払う気ないからね。絶対時間内に完食してやるんだから。自分でケツ取る気なら俺も文句はないけどな。冷たい。あ、レンは最近冷たいよね。私にばっかり。いいもんいいもん。彼女いるくせに他の子にも色目使うような男はいらないもん。桜井さんに締められちゃえばいいんだ。二人とも喧嘩しないで。これあげるから。いや、それはマリーのだから。俺たちが食べちゃダメなんだよ。そうなの？みんなで食べた方が美味しそうなのにね。おい、ここで抱きついたりするなよ。しないわよ。でもこうマリーちゃん見てると自分がとてつもなく汚れた人間に見えてくるっていうか。レンなんかどす汚れてるよね。余計なお世話だ。喧嘩しないで。ああ、うん、ごめん。こういうのって初体臭いって言うのかな。初体？じゃあレンとカスミは夫婦なんですか？まあ、ま、お前吹くな。なんで。おい、もう10分しか時間ないぞ。いけない。こんなことしてる場合じゃなかった。マリーちゃん、ラストスパートするよ。はい。もしもし、あたし。ん、そう。なんかよくわかんないラブコメやってるけど。彼の方は結構油断ならないね。っていうか、鋭すぎ。後ろに目があるんじゃないかと思ったよ。そりゃあたしだってプロじゃないから仕方ないかもしれないけどさ。向こうは完全に素人でしょ？普通。自分が尾行されてるかもって発想自体出てこないと思うんだよね。やっぱりあれかな。あんたの言う通りかもしれないよ。うん。とにかくそんなわけで結構神経すり減らしてるわけよ、あたしは。よかったらこう、何かねぎらいの言葉っぽいのをかけてくれない？あっそう。すっごい感激。やる気がめちゃくちゃ湧いてくるわ。私も一応、面が割れてるのを忘れてるんじゃないでしょうね。そりゃあ向こうが覚えてるかどうかは知らないけど、あんたのそういう、妙な演出にこだわるところ、なんとかしてよ。友達だったんなら、スパッと会って話つければいいじゃない。まあ、それはそうだけど。はあ、うん、はいはい。わかったわよ。
じゃあそういうことで、あんたは本当にいいんだね。了解。それじゃ、シロ、あんたの彼氏連れて行くから、せいぜいおめかしして待ってなさい。うわぁ、もうダメ。大体二人とも体力ありすぎなんだけど、あれだけ歩き回ったのになんで平気な顔なのよ。なんでと言われても。かすみは疲れたの？ちょっとさすがに今日のところはダウン寸前。晩飯も俺の金で食ったし、お前はもう寝てろよ。そうする。じゃあマリーちゃん、私の部屋行こう。あ、私は悪いけど、俺は少しマリーと話がある。話って何よ。彼女の処遇、このままにするわけにはいかないだろう。明日の学校もあるし、なんとかしなきゃいけないんだよ。お前はそんな状態だし、俺が話を聞いとくよ。なんだよその目は。別に、なんかどうも二人にするのが心配だなって。あのな、やっぱり私も同席しようかな。かすみ、無理しない方がいいよ。でもさ、マリーちゃんこいつのこと信用できるの？可愛いのは顔だけで、少年は喧嘩上等のチンピラなのよ。それはお前だ。え？私可愛い？そこじゃねえよ。とにかく妙な心配するなっての。俺がマリーに何かしても、お前は隣の部屋にいるんだからすぐ気づくだろ。そうだけどさ。ねえマリーちゃん、本当に私いなくて平気？はい、レンはいい人。わかった。どうも私この子の笑顔に弱いみたい。じゃあレン、あとは任せたからお願いね。あ、お前はゆっくり寝てろ。それから。はいはい、もう壁の穴は使わないって。鍵開けとくから、マリーちゃんは話が済み次第私の部屋に来るんだよ。どうしたの、レン？ああ、悪いけど30分くらい何か適当なことを話そう。どうせかすみが壁に耳押し付けたりしてるだろうから。ごめんな、かすみ。俺は楽しかったけど、マリーはどうだった？うん、楽しかったよ。レンと同じ。そう。マリ、俺に協力してくれ。どこまで理解してるのか知らないけど、倒さないといけない奴らがいる。だからもう一度、今度は面と向かって答えてくれ。君は？私はレンの言うことなら何でも聞くよ。カリオストロもそうしろって言ったし。そいつのことはどうでもいい。俺はマリーの意思が聞きたい。誰かに言われたとかそんなんじゃなくて、これは。昔のまま変わんないだろ。
今日一日遊んで気が変わったよ。マリーは機械なんかじゃない。このままじゃ何も変わんないだろ。うまく言えないけど、なんていうか。私、レンの言ってることがよくわからないけど、レンは私がいるんでしょ？だったらそれでいいじゃない。人を殺すんだぞ。俺と共犯になれって言ってるんだぞ。それが何なの？何って。私はそれしかできないよ。レンの言うことはわからない。マリー、俺がカスミを殺せって言ったら殺すのか？カスミを？あ、どうなんだよ。レンがそう言うなら私は別に。変なレン、どうしてそんな顔してるの？今日レンは楽しかったんだよね。私もレンと話せて楽しかったよ。これからもずっと一緒。カリオストロと話すのも楽しかったけど、レンと話すのも楽しい。え、だから笑って。私はレンを助けるよ。カリオストロから聞いているし、これから何をするかも分かってる。だからそんな顔しないで。私とても嬉しいの。レンの役に立てるなんて嬉しすぎて夢みたい。カリオストロの友達のそのまた友達を切るんだよね。心配しないで。私と一緒ならレンは絶対に負けないから。私がいるんだよね。私とレンは似てるってカリオストロが言ってたよ。でも私とカリオストロは似てないの。そして、レンとカリオストロはよく似てるの。面白いよね。こんがらがっちゃう。モンシェリ。私はあなたのものよ。だからいらないなんて言わないで。わからないことを言わないで。オーディ・エト・アモ。あなたを憎み、愛します。どうか私と。カリオストロのオペラが見たい。私とレンが主賓で主演だって言ってたから。きっとそれは楽しいよ。
俺は諦めてないからな。マリーが同意してくれるんなら今のところはそれでいい。焦ったこと言って悪かった。どうして謝るの？だからそれはいいって。骨が折れそうだけど、こうして話もできるんだし、気長に行くさ。またわからないことを言い出してる。本当に変な蓮。でもよかった。いらないって言われたらどうしようかと思ってたから。だからまあ、なんか月並みだけど、よろしくな。はい、こちらこそ。話は終わった？あ、ごめん、驚かせちゃった。私はエリーでいいっていうか、他の呼び方してほしくないんだけど。まあ二度目まして、藤井蓮くん。私のこと覚えてる？お前。覚えててくれたんだね。ありがとう。おかげで滑った登場しなくて済んだみたい。でもあれだね。今日一日、ずーっと気張ってた蓮くんが、さっきは本当に抜けてたね。私に気づかないほど大事な話をしてたわけかな。レン、誰？あの人。お前誰だよ。なんで俺を。知ってるのかって？敵の敵は味方かもって論理でこっちは動いてるんだけど。なんか思ったより、まともなリアクションするんだね。どうしようかな。シローがあんたに会いたがってる。顔貸してよ、殺人犯。